はい、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。ウィニングポスト92021、ライブ配信始めていこうと思います。ウィニングポスト92021。ツイッチでいつも通り配信しております。ツイッチアカウントフォローお願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー and チャットコメント Please、そしてアーカイブ YouTube にアップロード予定です。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This live archive my YouTube チャンネルプレミアライブ2 days after アップロード My YouTube チャンネルチャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ、旧 Twitter である X のアカウント持っております。アカウントフォローリポストいいねお願いいたします。 This live archive My YouTube チャンネル2 Twitter X My アカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。はい、ということで12月4週なのでこれが終わると上の引退入れ替えですね。それから新しい馬の投入となります。馬の名前が消えるのがまた時間がかかったりするけど、まあやっていきましょう。まずは有馬記念からですね。天のニコニコなんだトップ。ヤマガールは首位互角、ラフィングっていう馬がいる。でもこっちの方が強いんじゃないのということで、ちなみにリーディング生産者は一応20億差でトップ守ってますね。多分もうこのまま逃げ切れるでしょう。とくとこの辺吉野ファームすごい強くなっちゃうからな。アメリカンオークス、片野山ガール登場。一番人気か127抜けてるじゃないですか。2番人気ラフィングですが、そんなにレーティング高くないですからね。展開的にも前は結構前に行く馬があるので差し馬有利と思われます。レース行きましょう。サンタニタ競馬場 G1 アメリカンオークス芝 2000m です。牝馬限定の3歳の競争です。こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはメディシャンストリングス。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してメディシャンストリングス花に立ちます。その後ろからはバイスキャンバス、この馬も上がっていく構えです。さらにはラフィング、栗色の馬体、カーネルオーラス、その後ろ先手を取ったのはバイスキャンバス、そして大きく離れてグズレルム、この位置です。アミューズジャズミン、それに続いています。並んで10番ブレインズピツヤード、その横にカースサイクロトロン、すぐ隣にゴールエイコーン、内からはスピアフィッシュスラップ、赤の帽子オーピーカフーターズ、その後ろ片野山ガール、後ろからになりました。これに続いてアルプニーアローン、しんがりからアルバニーインタレスト、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から11番メディシャンストリングス、レースを引っ張ります。リードは1馬身から2馬身、これに続くのがバイスキャンバス、
大きく離れました。カースサイクロトロン、その隣にグズレルム、その外からトールエイコーン、並んで10番ブレインズピッツヤード。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ11番メディシャンストリングス、上がっていった山ガール。2番手はバイスキャンバス。さあ片の山ガール逃げ切れるか。最終先頭に一気に立ちました。コースに入りました片の山ガール先頭。これはもうぶちぎりでしょう。これは完全にちぎれた。あっと手はオピーカフーターズ、後続は大きく離れた。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はアルバニーインタレスト、3着にオピーカフーターズ。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。片の山ガール、まさしく日本が世界に誇れる馬です。うん、やっぱり強かったですね。ラフィング、アルバニーインタレストあたりをね、話にならなかったです。直一騎、これは嬉しいかも。後ろから行く馬だったら。さあ東京大賞典ゼニアッタです。ゼニアッタどうしようかな。現役続けるべきなのか悩みますね。まあ、ゼニアッタとアマノエレループも出ますね。ゼニアッタが1番人気、アマノエレループ2番人気、そしてフリオーソ、ウマ娘にもなっているフリオーソは3番人気ですね。まあこの3頭のやっぱり争いに なるんかなと思いますが、ウマ娘のフリ、ウマ娘にフリオーソいたの今日初めて知ったんですが、だって馬娘興味ないからな。馬娘のフリオーソって誰がやってんだ。サイレンジ秋誰だ。船橋トレセン学園から訪れた特別留学生、生前もの静かな馬娘だ。この胸の内には誰を映る船橋への愛情を祝しているってなってますね。だから船橋なんですよね。船橋上芝居師もやってんのか。はいはいはい。白バカフカフェか。あ、今年なんだ。フリオーソが実装されたのは。またこういう渋いとこ実装してくるとは思わんな。ということで船橋所属、船橋をいじっていう感じですよね。レース行ってみましょう。さあ年末地方競馬の交流重賞大一番、JPN1 ですね。東京大賞典大井競馬場ダート 2000m で行われます。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ先行争い何が行くんでしょうか。フリオーソ前に行きそうです。ロールオブザダイス、それに続いています。さらにはフェラーリピサ、漆黒の馬体、ローマンレジェンド、その後ろ先手を取ったのはフリオーソ、間が空いてアマノエネループ、その外からミラクルレジェンド、その後ろにスナグレレコ、その隣にソニックワン、その横にマチカネ日本バレ。この辺りで各馬第一コーナーに殺到していきました。後ろからの競馬になりました。ゼニアッタ安城の手はどの辺りで
で動くんでしょうか。フリーオーソが逃げてますね。砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度。4番フリーオーソ依然として先頭。リードは1馬身から2馬身。これに続いてフェラーリピサ、これに続くのがアマノエネループ並んで9番ローマンレジェンド、まあ、でもオレンジの帽子ロールオブザダイス、その後ろの力は馬娘って思うんです。出揃った印象ない。まあ毎年供給されるけどな。馬娘は第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ4番フリーオーソ、2番手はフェラーリピサ、ローマンレジェンド、3番手なんか上がっていってるぞ。ゼニアッタ、ようやく仕掛けていった。フリオソがまだ先頭だが、もう射程圏内。ゼニアッタ、先頭。引き離しにかかる。ゼニアッタが先頭だ。これは完全にこれはちょっと無理だな、エネループも。2着アースは精一杯。ゼニアッタ強い。圧倒的な強さを見せました。2着はアマノエネループ。やはり中央の馬が強かった。勝ったのはゼニアッタ。まあ来年もやったら勝てますけどね、牝馬なんですよね。なんでさすがにいつまでも現役ってわけにはいかないか。まあ引退させようとは思います。ゼニアッタ7歳だしな、繁殖っていうので2世産みたいですよね。いい馬つけて、阪神カップです。もう労働家の泡出てきますね。1番人気天の送り人、2番人気ブラックキャビア、3番人気労働家の泡、4番人気天のアラフォーカ、他外戦績癖も出ております。天の送り人は伊坂さんのおいて全部20丸ですね。まあ GI2 連勝してますからね。送り人クリビットは引退レースですね。このレースがでブラックキャビアもいます。ブラックキャビアも引退レースじゃなかったっけ、違うか。ブラックキャビアってどうだっけ、引退レースじゃない、いやまだですね、まだ引退じゃないな。ブラックキャビアはで外戦績アマノアラフォー、ああ猿馬も出てきますからね。アラフォーはまだ走りますということで、送り人最後のレースとなります。ロードカラーのあたりも走るんだろうかな。リディルなんかもいますが、リディルは消しましょう。さあこれブラックキャビア以降は戦法を選べますが、アラフォー差しで行ってみましょうかだと思ったけど、差しの方がいいんだよな。じゃあブラックキャビア差しで行ってみますか。ダイジェスト行きましょう。阪神 G2 阪神カップ芝 1400m 短距離戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。これはロードカナロア、ロードカナロアだ。でも追っかけていく。天の送り人追い上げてきた。連れて伸びてきたのはブラックキャビア。天の送り人、送り人先頭だ。天の送り人ゴールイン、2着は微妙です。これが G1 馬の実力だ。天の送り人引退の花道を飾りました。天の送り人金札取ってますからね、守護はいなっても頑張ってほしいところです。でブラックキャビアワンツー、お管理場でワンツーフィニッシュ。さあ9レースはなんだ、ホープルステークスですね。ゴルシが出てまいります。お、織月さん、あ、ジャスタウェイが一番人気ですね。ジャスタウェイか、一騎打ちムードということになりますね。これはちょっとレースで見たいところですね。
ジャスタウェイが1番人気、ゴールドシップが2番人気となります。まあ、ゴールドシップはピークがもっと後ですからね。で、お分け覚醒なんで、まだ余裕ありますが、ジャスタウェイは結構活躍できた期間が短かったような気はしたな。多分一騎打ちムードだと思います。先行策もあるけど、まあでも正面から戦ってみようレースです。さあ2歳のクラシックを担う芝 2000m のレース、 G1 ホープフルステークス、中山競馬場で行われます。果たしてゴールドシップなのかジャスタウェイなのか、一騎打ちムードが高まります。来春の飛躍を期す若駒たちが暮れの中山競馬場に集結しました。皐月賞と同じ舞台でその素質の高さをいち早く示すのは果たしてどの馬か。 G1 ホープフルステークス、いよいよ発走です。さあ最後は大外枠のベストディール、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。名勝ベルズ、好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく名勝ベルズ行きました。続いて前へ行くのはシャインアーモンド、さらにはディープブリランテ、1番アドマイヤナム、その後ろシャインアーモンド先手を取りました。これに続くのがコスモ大空、並んで15番ウィンドデイズ、スピルバーグ、すぐ後ろ黒の帽子ジャスタウェイ、いい位置につけました。すぐ後ろにトリップ、その後ろにベストディール、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。その後ろからはノーティクレア、その隣にマイネルシャントゥ、その外にゴールドシップ、オレンジの帽子スパイラルモード、その後ろすぐ後ろにベールドインパクト、並んで2番藤正エンペラー、オリーブセカンド、この馬もこのグループ 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。しんがりからワールドエース、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。さあ先頭はまだ5番シャインアーモンド、ここで先頭が入れ替わりました。ディープブリランテ、シャインアーモンド、これ直線短いですかね、中山は届くのかっていう心配はあります。ぐんぐん追い上げていきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。上がってきた、ゴールドシップが、ゴールドシップ追い上げてきた、ジャスタウェイ、いい足で追い込んできました。ゴールドシップ、ゴールドシップ差し切った、ゴールドシップやりました。2着はジャスタウェイ、3着にディープブリランテ、見事に勝ちました。ゴールドシップ、ゴールドシップジャスタウェイを下しました。ウィニングランです。2歳、中距離王に輝きました。来年のクラシックが楽しみです。距離持つの3200とか持つよな、もっと長い距離が向いてるはず。父ステイゴールドだし、そうです、初 G1 です、ゴールドシップ。いろんなペースに柔軟に対応できるので距離の融通が効きそうですね。多分3200あたりも大丈夫なんじゃないの、中長距離馬っていう感じ。まあゴルシオ馬娘すごい人気だからな。さあそして有馬記念、待望の有馬記念がやってまいりました。いや、有馬記念はシーツバー、所有馬の中にシーツバー出てこないですね。天野ニコニコ、天野ハウル2頭、1番人気2番人気を占めております。3番人気はシーツバーでクラブ所有のビクタールピサ、4番人気はエイシンフラッシュですね。他は、まあ、凱旋気合だらクラブ馬も4頭出てます。凱旋気合だ、これが最後のレースですね。
さあちょっとこれアマノハウルは先行策行ってみましょう。前に行く馬少ないからね。レースです。さあ、年末を総決算、秋のグランプリ G1 有馬記念中山競馬場芝 2500m で行われます。お祭り競馬界のお祭りレースです。いよいよ今年の G1 もこのレースで終わりを迎えます。今年1年ターフを沸かせたスターホースたちが冬枯れの中山競馬場に集結。さあ日本競馬の総決算、夢のグランプリ有馬記念の発走です。さあ最後は大外枠のマルセリーナ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さあ先手を奪うのはどの馬か。ホエールキャプチャー前に行きそうです。アマノハウル、それに続いています。さあこれも外線キーアイダー10番レイブディソール、カーブなんで直線短いんで内枠有利ですよね。マルセリーナ、すぐ後ろにコンプトンソネット、エイシンフラッシュ、そのうちに続いています。その後ろに当選ラー、第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチに入ります。アーネストリーが先手を取っている。各馬正面スタンド前を通過しています。その外からダークシャドウ、その隣にマイネイサベル、凱旋リベンジ、すぐ後ろ凱旋リベンジか、それに続いています。アマノニコニコ、この位置です。すぐ後ろにベルシャザール、シンガリからビクトワールピサ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭に戻りましょう。15番ホエールキャプチャー一気に先頭に立ちました。黒の帽子アーネストリー、その後ろ凱旋キアイダー、それに続きます。キアイダーですね、3番手は。それに続くのがダークシャドウ、並んで14番マイネイサベル、すぐ後ろに当選ラー、その後ろからはアマノハウル、並んで8番凱旋リベンジ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ2冠牝馬ホエールキャプチャー、ここで先頭が入れ替わりました。アーネストリー、ホエールキャプチャー2番手に控えました。凱旋キアイダー3番手、お、キアイダーが先頭を伺う、まだ後ろがいまいち伸びないな。この辺りでさあ直線に入ります。4コーナーをカーブ、なんか中終わってきた馬がいる。ここで先頭はアマノニコニコ、ニコニコだ。200メートル後続を引き離すアマノニコニコ、ニコニコですね。2番手は強い、アマノニコニコ、強い強いアマノニコニコ、圧勝ゴールイン。2着はアマノハウル、3着に当選だ。これが三冠馬だ、アマノニコニコ。アマノハウル悪くなかったですが、アマノニコニコ強いウィニングランです。直線半ばで一気に 中から抜け出しましたね。オデッセイ、ルーズ旅、すごい組み合わせだな。自分は4連勝、七冠馬になりました。まあ三冠馬ですからね、もともと。ちょっとオンライン対戦久しぶりやってみるかな。厳しいと思うけど。ニコニコ一応一番人気ですね。シリネア君よ、なんだその馬。好きな馬、好きな騎手って何基準で出てるんだろう。実績上げた馬かな一番。確かに金引きに勝ちまくりましたからね。ではレース行きましょう。有馬記念のオンラインレースです。いよいよ今年の G1 もこのレースで終わりを迎えます。今年1年ターフを沸かせたスターホースたちが冬枯れの中山競馬場に集結。
さあ日本競馬の総決算、夢のグランプリ有馬記念の発走です。さあ最後は大外枠のブライアンズアジン、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さて何が行くのでしょうか。オマージュブルース前に行きそうです。シリネラキュミオそれに続いています。もう一度先頭からカウントシンド先手を取りました。その外にゴルトシュートドー、オマージュブルースすぐ後ろ、その外からベルフィッサすぐ後ろにフルクライシス、その外にシリネラキュミオ。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過していきます。大きく離れました。その外にアイソーシン、その外にブライアンズアジン、その隣にロードクロス、すぐ隣にサンケイメロディ、天野ニコミコ、後ろから並んで9番アウザールミツルギ、その外にロージアサミー。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。オレンジの帽子フェズオソマツ、その後ろスターメモ、この馬もこのグループ各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から8番ゴルトシュートドー、レースを引っ張ります。その横にメルフィッサ、シリネラキュミオ、それに続きます。少し開いてフルクライシス、すぐ後ろに最高峰ですね。やばいな。その位置に続いています。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。こんな後ろにだと思わんかった。ゴルトシュートドーほとんど差がありません。シリネラキュミオ3番手、天野ニコニコ、この位置から届くのか。この辺りで後続がぐんぐん上げていきます。ようやくここで上がってきました。無理やり押していきますね。外をついて上がっていこうとする。さあこれからです。ここで先頭変わりました。がちょっと届きそうにないか。あと 200m、 シリネラキミオ先頭、2番手はロードクロス、先頭はシリネラキミオ、1着でゴール、2着にはどうやらロードクロス、4着かな。シリネラキミオ、このレースを制したのはシリネラキミオ。早いな時計も。なんかがっくりきてますね。まあでもポイント獲得したのは獲得したよな。お、なんか北5人もいるんですね、子供。もちろん。でゴルシも強かったですね、この差し切り。で銭あった後ろからでしたが、素足が鋭かった。で送り人が早めに抜け出して貫禄勝ちでした。お、オルフェーブルとベルシャザールってダービーか。もう銀のお守りをもらえる。7馬身差。いや、横並びで同着でいいぐらいの接戦だったって大嘘だろう。この通りサンデーサイレンス系が、まあ、日本では強いのか。で次はミスピロプロとか、デピティミニスターってなんだ、ホエールキャプチャーか。欧州はどうでしょう。ストラーズウェルズ系が強い。サラフィナとか、
あんまりヨーロッパ血統がいないんや、持ってないんだよな。これを見るとミスプロがでも急所してるんですね。一方アメリカではサンデーサイレンス系が一番、ベーナビスタとかアルフェーブルですよね、片野山ガールあたりも。そう、行きましょう。表彰式、まあこれ出てなかったからな。ロードカナノアとかな。あ、でもこれなにわファーム3区なんだ。問題牧場ノーザンファーム。おお、最多賞金が武豊か。で、勝率は吉富先生。さあ、村先生ですね。オルフェーブルはマノブログ。やりました。そして、うん、オルフェーブルでしょうね、これは多分。うん、オルフェーブルだった。2位がニコニコ、3位が送り人。ダントツですね、オルフェーブル。G1 の数もすごいな。レモンリュードとかブエナビスタが、コバヒンバと最優秀シバヒンバに輝いてますが、ちょっとそれでも無理だろうな。アニマルキングダムが米国三冠だしな。あとゲーモンリュードも怖い。金引きりは輝いてんだけどな。アニマルキングダム、まあ三冠だから仕方ないよな。お、長距離場に山のニコニコ輝いてます。でもサラフィナ、キングジョージがサラフィナどうかな。これちょっと判断が難しそう。プールモアか、イギリスダービーを取ったプールモアということになりました。もちろん。お、花盛り。ああ、花盛りは無理だな。で、ゼニアッタも引退させる。そしてハウルは加工気味だが復活できないのかな。まあ無理か。花盛りも引退ですよね。花盛りは引退。花盛りって最後に何しようか。エネループはこれからか。これからなんだ。え、6歳なのにこれからってどんなんだよ。超晩成ですね。
フェブラリーステークスですね。でも あと2年しかない、想定内も悪くはないけど厳しいですよね。まあ、お数馬なんで、ああでも、ああこのまあ覚醒か、じゃあまだ働いてもらいましょう。あと送り人ですね、引退させなきゃいけないのは。年齢高い順に引退するはずだから。ブログはどう？まあ復活したよな、ブログ。もう1年走らせてもいいや。スマートファルコンはどうやろう。まあまだかな、走らせられるか。ゲド戦記か、ゲド戦記正直厳しいよな。ゲド戦記引退。イナーバウアーは、うん、まだ。エネループも当然まあまあ。キャンキャンももうダメなんじゃないの。ああ4勝ってなってるけどね。ここからではあるんですが、どこまで頑張れるかですね。あと2年でフェイト。フェイトって、ああまだ一勝もしてないのか。一応まあ走らせますけどね。ニコニコつぼみ、つぼみって晩成なんだ。結構これから馬がいるな。でブラックキャビアってもうまだだな。でラキスターはどうかな。あと送り人ぐらいだろうな。で送り人って何勝だっけ。13勝してるからまあ引退させても問題はない。このぐらいだよな。他はもう別に引退させなくても大丈夫だし、カレンちゃんとかもまだ3勝だけど勝ってほしいよな。うん、あとはもう引退させない。マイガールとかこれからだしね。まあ重賞も取ってないのか。5頭になりました。13勝ですね。有馬記念は2着惜しかったですね。ハウルは アメリカに強かったのかな。まあ、あと牝馬限定とか。前にあった17勝重戦車、大きな太鼓を駆使した豪快なフットワーク、威圧的なオーラ、やばすぎます。まあ最後の東京大賞典までこれでしたからね。PC クラシックは取れなかったのは残念ですけどね。あまあ勝ってよかったんじゃないでしょうか。
そしてブエナビスタがなんと G120 勝、すごいよな。牝馬3冠、高塚記念も取っております。そして初音ミクもギリギリ金札になりました。ジャンロマネ賞で達成か。牝馬限定で実績を積み重ねた感じですね。で冬ソナ14勝、オープン特別まで走ったけど、実績は BCD スタッフを取ったりしてますね。でゲド戦記金札です。最後はチャレンジカップ朝日杯フューチュリティステークス、マイル戦かな、主にマイルから短距離ですね。でオーケンブルース3も金札ギリ、これはなかなか苦しみましたがタンクレットステークスで金札を獲得、なかなか勝てなかったんですよね。天皇賞春は取ったもののっていうとこかな。送り人13勝金札、17戦16勝ですね。ちょっとやっぱり寿命が短かったな、送り人は。競争寿命が TJ スミスステークスを除いて全部勝ちましたね。 G エベレストを制してるのはでかい、賞金がすごいからな。 G エベレストは短距離戦で大活躍だったですね。天のヒーロー、天のヒーローって何勝だっけ。3勝か、まあ、選びいいんじゃないでしょうか。ということで、あ、もちろん、あ、引退する種牡馬か、パラダイスクリークとかフリートとかマーベラスサンデー、マイトップガンとかか。あ、マノダビスタも引退ですね。ウィングアロー、エアジハード、マイネルラブ、プサイチペガサス、イングランディーレか。大量ですね、4頭で繁殖牝馬が6頭というふうになります。で、送り人ゲド戦記オーケンブルース3、500万、凱旋キーアイダーもスピードはないけどね。グラスワンダー、アマノチャイドか、凱旋リベンジも、いや、アフェクション系が特選牝馬
パパネとかか、トゥーザビクトリーですね。やっぱり活躍としてはフェアリードールから冬ソナ、花、いや、イナバウは花盛りで、さらに天の玉ちゃんもいて、血統としてはすごい血統だよな。うん、でもやっぱりフェアリードールの血統ですよね、この中で言えば。そこはトゥーザビクトリーが生まれ、天の玉ちゃんが生まれ、ってなってんだからすごい。送り人シンジケートか、いや、いいえいいえ、冒険ブルースリアは渡しましょう。お、いや、この部屋みんなだから多分、あれ、そのまあ多分活躍できなかったんじゃないかな、牝馬としては。この辺はいりません。さ、繁殖牝馬を売却は8頭売る必要があります。ベガー、北斗ベガーももう年齢が結構すごいよな。ホワイトウォーターフェアってどうなんだっけ、イクメンとかか、芝だからな。まあ売っていいかな、ホワイトウォーターフェア。タバサ東証か、競泳マーチ、ファストフレンド、天のドレミとか売ろう、ウーマシーン、ハニカミアテネ、モノナちゃんとか売っちゃダメだしな。モモテンネンも大活躍してるしな、売っちゃダメだよな。フェアリードールってそうか、でももういいでしょ、フェアリードールは売って構わないんじゃないか、さすが名品って言っても。まあいや、でももうトゥーザビクトリーが貢献してくれるからいらないですね。まあトゥーザ、そのトゥーザビクトリーも15歳なんですけどね。あとは新しくなった馬、ラドラーってどんな馬だ、ラドラーだ、ラドラーだってスーパーホースなのかな。
ならないんだったらもう即売却ですね、この馬は。あ、レイデオロを売るのか、このつくのか。じゃあレイデオロを売るまではつくっちゃ、あの売っちゃダメだな。海鮮毒屋も売っていいでしょう。ラブズオンリーミー、ラブ花盛りってどなわ。ああ名品系統か。まあ持っときましょう。初音ミクの方が売ってもいいかもね。椿、スタイルってどうだろう。でも今回はミッキーアイルを産むけど、どうかな、微妙だな。スーパーホースになり得るんかな、これ。ああスタイル、スーパーホース産むんだ。え、ないんで、ないんでみたい、産むみたいですね。じゃあ売れない。ホッカも結構年齢いってるけどな。テンプリキュア、セカチュウ、テルテル、キューちゃん、マリコイヌか。キューちゃんってどうなん、あんまパッとしないよな。売ってもいいや。え、どうなん、シアマゾンか。うん、でもパッとしないですよね。あと3頭、ドナプリーニ、ジェンティルオンナ売ってますが、これ以上売るんかな。売らないんだったらもう、あっと売ってもいいと思いますが、ジェンティルオンナー後って何か合うんかな。ジェンティルオンナーぐらいだよな。大体母親しか話題出てこないし、正直まあここまでかもしれないよな。スーパーホースではないよな。スーパーホース売るわけじゃないから先がなさそうですね、この馬。
もしこの馬がここで終わりじゃなかったらありなんだけど、そんな感じはしないんで、ドラプリーに売りましょう。これであと1頭かな、3頭か。チェンチコバってどうなったっけ。でもいや、チェンチコバは売るんだよな多分。春日椿、春日はまあなったばっかりだからな、まだ、まあ、ミッキーアイルを売るのか、スターアイルは。アスタアイルもスーパーホース産むんだ。じゃあ手放せないです。ベストロケーションってどうなんだ。まあ早いよな。ベストロケーションは別にスーパーホースを生むわけじゃない。3区一覧を見てみましょう。ベストロケーションはラン、分からんな。ダイナクトレス3区っていうだけか。じゃあ売ってもいいですね。あと2頭か。ラブーズオンリーミーとかは確かスーパーホースいたような気がする。あ、ラブズ・ホンリー・ミーも銀札だけどスーパーホース産むのか。あーでも産むけどな、微妙だな。そこまで持ってていいのかっていうのはありますね。ラベリータ5クラシック、ラベリータも、ああ一応スーパーホース産むんだ。
サムワントゥーラブか、サムワントゥーラブ。ボコ線はなしか。シンボリクリスエス進行ラブリーか。そう、活躍馬はいないな、サムトゥーワンラブは。まあ、進行ラブリー3区だからな。うん、スーパーホースもいらんから売ろう。あと1頭ヒストリックスター、ストリックスターはハープスターを産む？いや、ハープスターを産むんだけど、もう産んでるんだよな、ハープスター。アステル、リュラー、ゴールドティラー、ただそこまでではあるんだよな。ヒストリックスターは、うん、こんな感じかな。では12頭も売却しなきゃいけなかったのか。うん、サウスヒルファームってどんなとこだっけ。あ、覚醒が馬がいるやん、天のドレミとか。こうもったいないかもな、インサイトとか。で、あと7頭か。うん、下から見ていこう、まずは。まあこの辺はそんなこだわることはないよな。安い種付け順、安い順から売ろう。セブンスカイ50万は悲惨すぎるな。セウンスカイってなんかユーマなかったの？全然ダメじゃん、セウンスカイ。ビフォーアフぐらいじゃん。あ、でももっと売らないとダメなんだ。テトリアまだ6歳だからな。この辺覚醒だからあんまり売りたくないっていうのはありますね。フィット売ろう。
タイタニックとかやばそうだな。凱旋赤壁がいるけどな。馬の相棒か、35位なんだな。あ、でも結構いいのか。ハリポッターが219位。まあハリポッターこれからだけどな。まあでもタイタニック売ってもいいか。ダラカニが6頭、ヒシミラクルもなんかな。あ、でも13頭いるんだ。でも今期の種付け数が少ない馬から切っていってもいいかもな。とはいえこの辺はまだ早い。ヒーローとかもアイボとかか。じゃあオデッセイか。オデッセイも、あ、オデッセイニコニコ産んでるからな、復活する可能性はある。1050万だもんなこっちは。あ、でもセンスカイ18頭いるんだ。じゃあまだ売っちゃダメだな。需要はあるってことですからね。種付け頭数がやっぱり種付け頭数下の方から切っていくのがいいだよね。カリスマなんでこんなにいいのに、あの2低いんだろう。まあ、まだ分からんよな。リアップはしんどいと思う。にラメ底なんか救いあるけどな。リアップかな。あと1頭ミスチルは結構年齢いっちゃってるよな。距離幅はまあ悪くないけどな。まあミスマツケンとミスチルな。まだミスチルかな。クラブ、あ、日本馬からクラブへ。じゃあ言うそう、アミーゴとかか。グラスワンダーにしよう。うん、これで24頭のうちを10頭ってことになりますね。その前に少しお待ちください。
はい、お待たせいたしました。では行ってみましょう。まず その前にNo. 2011年の流行を見ていこう。まずですね、節電は 5% ってこの年になったんだ。タニタが結構社員食堂って結構注目はされたよな。丸森はリニア鉄道館ができたのがこの年だったのか。あ、2011年だったんか。ゴールデンボンガーってもっと後だと思ってた。パワースポットボンスジュレ、なんだそれ、全然わかんないや。アゲポヨもこの年だったな。食べるラー油とかエンディングノーの、そうだ、頑張ろう日本だよな、やっぱりこの年。こだまでしょうか、懐かしいな。あったな、こだまでしょうかは。まあちょっと待って、シーツ版をまず優先する。でもシーツ版トスが多いんだよな。ロゴタイプとか欲しいんだけどな。入居先トレブはオスヒンバなんで森厩舎、それからエピファネイアか。クラブで言うとでもね、本音としては持ちたいのコパノリッキーなんだよな。こっちなんだよな、俺は。ラザンレジェンド、ラスト、まあ、あとロゴタイプがどこまでっていうとこだけど、ちょっと1枚落ちるかな、ロゴタイプは。ラストグルーヴは売っていいような気はするな。多分ダメだと思うんで。ロゴタイプ S さん、ダノンレジェンド、トゥーザレジェンド、どっちがいいんだ。なんかどっちも似てる感じはするよな。あー、なるほど。そう、トゥーザレジェンドってそんなに良くないのか。じゃあダノンレジェンドをクラブに、クラブ行きか。うん、こういう感じやな。ダノンレジェンド、ロゴタイプ、エピファネイアってことか。で、コパノリッキーは、ちょっとやっぱ的場先生に入れましょう。で、あと8頭ですね、所持できるのが。山のテルテル、
ラブマシーンの場面入力何がいいんだろう。型の大台運満身の怒り目なんか暗い話題は多いよね。やっぱりね、当然のごとくだけど、推し面、あ、揚げぽよかな。やっぱりまずは揚げぽよって型の揚げぽよ、型の揚げぽよね、どこに入球させるか。どこだろう。有効度がそんなに高くなくて、かつ若い球者、みんな低いもんな、この辺は。平野純とかやったら、でも34歳はすごいな。託して、利根川さん。2頭。で、てるてる牝馬が活躍多いもんな。ちょっと流行が分からん。丸森ってなんだ。あーでもね、丸森ってなんだ。ラブ注入とかあったな。絆とか、丸森ってなんだっけ。まるまるもりもり、結構人気あるんだ、まるもりって。なるほどな。着歌でもすごい人気あった歌か。うん、まあ天の丸森、天の丸森、うん、千田さん、で、競泳マーチの1歳を
これですね。やっぱり頑張ろうになる。頑張ろう東北ですね。方の頑張ろう、方の頑張ろう。当然大島さん、これで5頭かな、あと5頭。ですね、アイモードは。ゲッポよ。もうジョブスがなくなったのもこれか。カラーいたな。 3DS もこの年、錦織圭の活躍もこれ、なでしこのジャパンカップワールドリーグ、これか。なでしこってまだ出てなかったっけ。各社発表のヒット、これ大事だよな。スマートフォンとかは分かるんだけど、それヘビロ、違うよな。なんかそう、地デジ完全移行、地デジか、そうだ、地デジなんだよな、この年って。アナログが。地デジか。天の地デジか。天の地デジか。で、ビワハイジ、こだまで消化は結構重要だよな。何これ、マルモの掟とかあったな。コクリコ坂ってこの年なんだ。ああ、鬼火の冷徹、フライングゲットってあったな、そんな歌。これオス馬だよな。オス馬だからな、ヒン、メス馬だったらなでしこつけるんだけどな。
おせち問題もあったんです。ねえ、ドヤ顔って今年だったんだ。帰宅難民、ラブ注入、風評被害、絆。あー、そうだ、契約し、え、これお数馬か、牝馬だったらな、そうだった、わけすごいな、こうネット順応交代賞が僕と契約して丸悪いなっていうのと、わけが分からないので分かれてるんだな。有楽町なんだそれ、フライングゲットは結構でかいな、と国立小坂とかもでかいよな、ガンツ、ソトキアディアンスとあったらニセ恋とか懐かしいな。あ、でも連載開始だからな、ドラッカーの中、タニッタかな。天のタニタ、天のタニタ。もうカーナさんって何歳だ？カーナさん67歳か、やっぱりな。いや、そうだろうな。あ、違う、68歳じゃダメだな。武田さん。で、あと3頭ですね。ビアハイジ、ラブマシーンかと。いや、ラブマシーンってもう選んだんじゃないの？選んだんだな、ラブマシーンは。ドナブリーニはちょっとどうかな。ドナブリーニはクラブだろうな。っていうわけにもいかんのか。とシーキングザパール、これも一応入れといていいと思う。天の子玉でしょ、強引だけど、まあこれでいいや。永瀬さんってどう？悪くはないから入れとこう。やっぱりドナブリーニかなとなると、でも
牝馬か、まあ牝馬だったらいいかな。天の府フラゲ、フライングゲットですよね。天のフラゲ、天のフラゲね、森厩舎で、あと1頭は入れられる。スタイル、ビリーブ、ビリーブだな。謎解きはディナーの後へ。パイレーツオブカリビアンだけど、これはあれだな、第一作じゃない。国立小坂とか全然ないよな。なんだ、5位まで AKB やんで、6位7位も嵐だし、ねえ、当てにならないよな、ほんと売り上げが。一応アンドロイドが流行ってるみたいだから、アンドロイド入れとくか。天のアンドロイド、60歳だったらまあいいだろう。佐久間さんへ。これで10頭ですね。残りクラブバーが、残りはクラブバーだけど、シーツバー以降は全員クラブに入れます。で、この3頭は別として、他は名前を適当につけないといけません。凱旋国陸とかつけていこう。どんどん行きます。お数馬か。あ、フェイスブックっていうのもこの年だったんだな。ミライースしいな。ドヤ顔はありそうかな。いやと結構スマが多いよな、こうなると。暗い話も多いからな、おせちとかも。75円だったんだ、この年1ドルは。
あと5番かな。丸森ダンスリニア鉄道館と。ポンズジュエパワースポット。ゴールデンボンバーってここぐらいからかな。うん。で、谷のシスターか。これヒンパ。なでしこはまだ出てないよな。うん、出てない。てか普通になでしこってトップクラスの馬になってもいいんだけどな。マルモ。それから何だったっけ。結構2011年ってアニメも多かったよな。まあまあまずこれ窓か入れとくか。凱旋窓か凱旋窓か。あと牝馬ばっかりだな。あと小学生は最高だぜってなんだっけ。ローキューブか。ローはローキューブダメだ。ローキューブ入れ合えないや。凱旋老朽、凱旋老朽。部が入れられなかった。でまた牝馬だな。
スマートフォンも本当にこの年から本当に普及しだしてきてるっていう感じあるな。エンディングノート、ジャスミン革命ってなんだっけ、お嬢様の目は節穴でございますかってなんだ、あ、ラブ注入って楽しんごっていう人なんだ。注入は入れるだか、凱旋ラブ入れる、どんどん急いでやりましょう。丸森お姉キャラ、ソーシャルメディア、超円、おかわりくん、おかわりくんってこの年だっけ、アフターフォー、あとは流れでお願いします。どうしてもなぁ、両夢、うん、小学生の英語必修かなんかもあるんだ。LINE のスタートもこの年なんだな。どうしてもやっぱあれになっちゃうから厳しいな。パーソナルクラウドも iCloud とかやっぱりすごいもんな。さらに iPad も加わったもんね。いやー面白くないな、この年はちょっと嫌だな。いやーあのことがあるからっていうのもあるし、基本的にこの2012年なんで前年のブームをってなるわけですが、ないもんな。 iPad? iPad は最後に入れよう。謎解きやディナーの後でって結構すごいんだな。タイガーバニーってすごいんだ。多いんやな。つまり
ここタイバニンを入れればいいってことか。ゆるりとかもこの年だよな。お酢馬か。動物正気セキトバ、セキトバはなんか鹿児島のあれみたいですね。焼酎か。ん？テヘペロっていつだっけ？テヘペロって、ああそうか、ローキューブ。軽音とローキューブか。テヘペロってまだ出てないな、そういや。携帯用語の銀賞はテヘペロで、金賞はリア充か。リア充嫌だな。お酢馬なんでリア充にしとこう。ハイモーション10で、あ、ん？で、これテヘペロにして、最後にこれはまあスマホブームなんで、包括してスマホってことか。ということで、これで完了。2頭ですね、宮古おじさんと島沢さんに売られました。んね、スマホめちゃくちゃ高いんだ。いや、さすがに3レベルぐらい。あげましょう。あ、ただしラガンレンドはもういい、クラス上げていいか。シーツバだから。どうと。もちろん1億。まあ3頭だけなんで。お任せです。
タニタ腰に甘いとこがあった。おっと交代させろと言ってますね。キクオさんもいますが精神力は高い。精神力はやっぱ海外大事だよな。あれあれって面白いなこれ。残酷松山公平騎手、まだ自分は取ってないんですね。おっとやりました、クラブ日本一です。しげちゃん応援団ゴルシー、そうか、淀川さんだ、あ、吉野さんだ、なんだろう、好きな人物と知人以外好きな人物を出会える、知り合っている人物と友好度を高める。じゃあ早速使ってみますか。これプレゼントです。もちろんこっちです。え？誰と出会った方がいいな？調教師？え、いませんねはひどい。いるだろう。じゃあ騎手。おお、みんな若い騎手が多いですね。じゃあ松山公平君と会いましょう。プロは金庫賞。うん。本当あの子どうしようかな。まあ最も金札確定してるのでフェブラリー必ずしも出さなくていいんじゃないですかね。ってことで、これダートか、ここに挑戦させます。Nループはまだ1勝してない。キャンキャン4勝なんだから、ここで差が気にはもったいないよ。なのでしっかり取りに行くことを目標にしましょう。1700〜2000m とか1008あたりだよな。一応サウジとかじゃ取れないんで、一応ここ登録しときましょう。熱これ何がは。でもこれからですからね。でブラックキャビアがニアハイってなんか出るのほか、カレンちゃんがいるのか。じゃあカレンちゃんに
優先させて、ここ出しましょう。直線競馬負けない、SCC は長い、しかもダートの方がいい。ルーラシッパーこの年までですね。ランベットステークスへで、ブルーレイが6勝か、あと2勝なんですよね。なんとか取りに行きたい。だからフェブラリーなんです。で、AGCC は長いんで別のレースです。もうマイル戦取りに行っていいんじゃないかな。普通にフランケルがいいのか。じゃあここ行く。でも BC ターフ2着とか結構強い馬がいるよ。そう簡単に取れるような気はしないんですよね。ここ行ってみるか。あ、違う、ここね、竹豊だから。で、日経新春杯で大丈夫。フランケルは今年いっぱいなんですね。なんとしてもここ取らないといけないな。フランケルはツイッターはいいスタートを切りたい。ん2勝なんでここを出すのはちょっと考えた方がいいな。まあ、ここオールフェーブル登録してるけどタンジェントにオールフェーブルか。ブラシップとかあるかな。他できないけど、マガロも調子いいですからね。ドバイ、うん、でもここじゃないような。AJCC は長い。愛知杯はちょっと愛知杯でも長いんですよね。
木賞どうかな、距離はいいんだけど、いや木更木賞もやめとこう。やっぱりここですよね、そりゃそうだ。で、イクメンがデビューが近い。アリエッティが後、みんな入まだ入らないということで、とりあえず Twitter が一番評価、ダノンバラード、ダイヤパル、ジャスタウェイも挑みますね。ジュニアカップとなります。ダイジェストです。さあ直線に入りました。これからの勝負、凱旋アッコス先頭、残り 200m を通過して凱旋アッコス余力は十分、さらに引き離していく。2番手はクラレント、先頭は凱旋アッコス、1着でゴール、2着はクラレント、これは桁外れの強さだ。凱旋アッコス、そして中山金杯です。一番人気凱旋ダイヤパル、印は高いな。レモンドロップキットか、父親が。で凱旋ジェロもいます。あとスマートギアはよう分からん。ダイジェストいきましょう。中山 G3 日刊スポーツ賞中山金杯芝 2000m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。凱旋ダイヤパル先頭、あと 200m、 いや内からこらえてるぞ。伸びてきた。2番手はダノンバラード、凱旋ダイヤパル先頭だ。ワンツーだな、クラブは。1着、2着は凱旋ジェロ、3着にダノンバラード、凱旋ダイヤパル見事1番人気に応えました。さあそして、天の想定内、方のツイッター出ます。天の想定内が一番人気となります。父天の一郎、母天のロンバケか。であとリルダーバルですね、サバ人気が。あとレインボーダリラ、ダリアもあったりも、まあ、ハンデ戦なんで要注意かな。ツイッターが前へ行かせましょう。ダイジェスト、京都 G3 スポーツ日本賞京都金杯芝 1600m です。さあ直線に入りました。これからの勝負、方のツイッター、先頭外から天の想定いない、あと 200m、 ここで先頭変わって天の想定いない、肩のツイッター抜けた、天の想定いない、どっちだ、天の想定いない、想定ないか、想定いない。1着、2着は肩のツイッター、3着にデンマーク大、1番人気に応えました。天の想定いない見事です。
さあ海猿です。一番人気グリグリですね。対抗視されているのはオートリージャシャーガーです。ダイジェストいきましょう。京都3歳未勝利戦、芝 2000m です。4コーナーをカーブして先頭に躍り出ました。この海猿先頭、残り 200m を通過して、後続は遥か後方、残り 100m、 2番手は大鳥シャーガー、天の海猿、この馬で決まりか。天の海猿今ゴールイン、段違いの強さです。2着は大鳥シャーガー、3着にアドマイアブルー、これは桁外れの強さだ。天の海猿さあ、天野ハヤブサがデビュー戦となります。父ディープインパクト、母天野ロンバケとなります。そして天野アリエッティですね。重賞初制覇達成できますでしょうか。お、来た、なんだ、何がいいんだ。アデレード、タペストリー、ルームサービス、オナーコード、スパロー、Gフォース。Gフォース強かったのは覚えてんだよな。から買いませんを買いません。買ってもいいけどな。ようわからんかった。ということで想定内が、京都記念か、もうちょっと短い距離でもいいよな。てか。想定内まだ取れてないんだよな。 G2 やっぱり勝たないとダメだけど、ここ行きましょう。中山記念、ツイッター2着に敗れました。オープンは勝てるんだけど、まだ その辺では無理ってことは、まあ関門とか小倉大商店とかぐらいまでだもんな。あ、吉富やっぱかぶっちゃうか。ん？何とかぶるんだろう。フェブラリーか、まあそれならちょっとかぶらないジョッキー乗せるしかないよな。ね、海猿が初勝利を挙げました。結構あの走れる距離が限られてますね。まあ幸いなことにレース2000ってレース多いから、そこは救いではあるんですが、
エビナさん2000勝です。田山条例、フェアリーはストレートガール、アリエッティ、見てみよう。5番勝ってますね、早くも。ユケナ勝ってない、マルも勝ってますね。1063、あとはみんな勝ってないな。なので2人しかまだ勝っていません。あと謎ディナが全然売れてない。リア充とか、みんなリア充嫌いなんだな。スマホとか、スマホ嫌いなんだ。この辺が売れてないってことになります。あとジョッキーのかぶりを見よう。赤になってない、大丈夫ですね。はい、ということで、今回やっぱり年末年始になっちゃうと生産馬も多く、名前つけるのも苦労するんで、あとやっぱりね、枠があるんで、その枠から売らないといけないんで、入ってくるということはそれだけ出さないといけないんで、その辺でやっぱり年末年始処理は時間かかっちゃいますね。はい、というわけで、今回ここまでとなります。見ていただいてありがとうございました。ツイッチで配信を行いました。ぜひツイッチのアカウントフォローお願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー Please。 またYouTube にもアーカイブアップロードします。プレミア公開で2日後、5日21時プレミア公開予定です。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This live archive my YouTube channel 2 days after my YouTube channel チャンネルサブスクライブ&グッドボタン please。そして、旧ツイッターである X のアカウントを持っております。アカウントフォロー、リポスト、いいねお願いします。ツイッター X マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。ウィニングポスト92021ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。Thank you.